さん、こんにちは、こすけです。あのさ、剣の盾とさ、盾の種。剣の花と盾の花、これあるんだけどさ、俺昔これの厳選の動画出したんだけど、それをね、見ずに、やってしまった人がおって、この剣の種と、まあ、今回のタイトルあれだな、剣の種と、剣の花と盾の花、レベル上げてはいけませんみたいな感じなんだろうけど、あのね、この剣の種っていうのを育てると、まあ、剣の花と盾の花っていうのがゲットできるんよ。で、それめちゃめちゃ性能が良くて、一応ね、そのコピー品みたいな感じなんだけど、このゲーム内で存在しているもののコピー品みたいな。で、俺一応これガンガンね、自分で強化してあるんだけど、レベル1なんよ。で、レベル1だった場合って、やっぱグリッタとかさ、入れれるやん。いろいろね、調合できるじゃん、強化。で、強化1個するにあたり、レベル1どんどん上がっていくんよ、このゲームって。なんだけど、レベル10でさ、もしもこの草剣の、まあ、よく勘違いするよな。作物って、このゲームレベルが高ければ高いほど、性能も良くなるし、売った時のお金も高いじゃん。っていう理由で、みんなこれ、鎌で切り取って、種のレベル上げてしまう人っていうの結構おるんだけど、それやってしまうと、もう草の剣使えんのよ。なんでかっていうと、レベル10の種を植えたら、レベル10の草の剣が取れるわけやん。レベル10の草の剣が取れるってことは、一回も強化できんわけよ。元から10だから。したら、もう、グリッタ奇跡も入れれんし、歌の小瓶とかも入れれんし、もうね、おしまいなんよ。これね、レベル1で運用せんと、まあ、花の盾を果たして使う人がおるかどうかわからんけど、俺の動画を見た人なら、この、草の剣、使う人ね、結構おると思うよ。だから、そこ本当にね、間違えんように、本当に注意してほしい。レベル上げてしまったら、本当に最後なんよ。もうね、下げることできんはずなんよ。レベル1のものを出荷しても。てか、そう考えるとさ、ダンジョンの種とかってどうなんだろうね。このダンジョンの花ってさ、もう俺なんかレベル6になっとるけど、これもやっぱレベル10にしたら10なんだろうな。なるほどね。まあ、でもね、ほんとみんなこの剣の盾と花の盾だけは絶対に鎌で刈り取ったりとか、もうしたらダメだよ。それだけほんと気をつけてください。ということです。さらっ。